ということで、改めましてこんばんはということでね、よろしくお願いいたしますということでね、今日もねやっていきたいと思います。ですね、まあすいません、昨日も今日もですね、ちょっとまあネタを準備する時間がねあんまちょっとなくてですね、ちょっとまあちょっと雑談形式でね、ちょっとお話をしていきたいと思っております。はい。ということでですね、はい。まあ、ちょっと待って、これか、いいのか、いいのか。はい。最近気になってることということでね、まあ、春のね、足跡が聞こえてくる季節になりました。明日もかなりね、あの関東平野、あったかいようですね。まあ、ちょっとその他の県域確認してないんですけども、まあ、だいぶ暖かいみたいですね。20度近くいくみたいですから、まあちょっとね、気温差でかなり、まあ、暑く感じるぐらいじゃないですかね。まあちょっとね、走ったりとかするとね、汗ばむくらいなんじゃないですかね、走るとね、ってぐらいの感じだと思います。はい。でですね、まあ最近私が気になることということでね、今日はね、お話をしていこうと思うんですけれども、これしとこうか。はい。ということでね、いきたいと思います。はい。タイトルとかないんですけども、今日はね、ちょっと中を説明するっていうんじゃなくて、私がこう、なんていうのかな、箇条書きみたいな感じで、最近ちょっと気になることっていうのをね、挙げさせていただいたので、まあね、ちょっとそちらの方をね、お題にですね、まあ、書き込みとかしていただけたらなというふうに正直思っております。よろしくお願いいたします。